こちらの電気機関車が皆様に汽笛の音色をお届けいたしますが、この汽笛、あらかじめ録音されたものではありません。それでは本日、汽笛を鳴らしてくださる方をご紹介いたしましょう。機関車前方、運転台にご注目ください。私のいる方には機関士さん、反対側には機関助手さんが、東京都八王子市からお越しのお客様にご乗車いただいております。皆様の応援、どうぞよろしくお願いいたします。それでは12時ちょうどとなりました。皆様、最初の汽笛を聞く準備はよろしいでしょうか。それでは機関士さん、汽笛をお願いします。
重要な